こんにちは、ゆかです。今日も外でパスタ作ります。庭にいっぱいイタリアンパセリができてたんで、それを使ってペペロンチーノ作ろうと思います。よかったら見てください。今日はもう飲んでます。はい、庭のイタリアンパセリがこちらです。はい、では材料の説明します。ペペロンチーノなんで、刻んだニンニク一かけで、 100g のパスタで、これイタリアンパセリ粗刻みしました、一つかみ分ぐらいと、一味、唐辛子、ペペロンチーノ使うんですけど、私はこの一味をもう振って簡単にやります。はい、で今回もメスティン使ってやります。はい、じゃあ作っていきます。できました。すごい美味しそうです。
まま食べようかな。いただきます。うん、おいしい。ニンニクとイタリアンパセリの香りが最高です。ビールにも合います。暗くなってきたんで、このままペペロンチーノ、食べながら飲みます。よかったらまた見てください。ありがとうございました。